分け2敗という中でこの第5節を迎えます。さあ両チームの選手が整列をしてピッチに入ってきました。右にエンドが鳥栖、左にエンドが名古屋です。試合が始まりました。動かしていくためにはやはりボールをこう奪った後の、今もそうなんですけど、自分たちのボールになった時に、アンヨンシュートでいった。まだボールが残っているが、これがコーナーキックになります。はい、はい、あのボール奪った後の前線の動き出し、そして中央に山崎、マテウスも来た、クロスが入ってくる、折り返して山崎シュート、リフレクションあってコーナーキックになります。いや、一つ、山崎がついていきました。名古屋ボールになります。マテウス強烈な左足シュート、ここは思わず観客席からも大という声が上がりましたが、まあ鳥栖の豊田、小山津、ここ阿部に入りました。シュートでいく、高岡目線を変えてマテウス、そこには高橋がついているが、マテウスが粘る粘る、中央に阿部が来ているが、ここはホイッスルはなっていません。マテウスのスピード、そしてというところにもつながっていくんじゃないかなと思います。はい、そのあたり後半見ていきましょう。今後半キックオフの笛が鳴らされました。吉田、アンヨング、森下、遠江田、中央、アンヨング、そのままシュートでいった、弾いて、ここは、もう非常にここで、ね、ニア狙った速いシュートでしたけどね、はい、いや、ランラックはちょっと触ってるのかもしれないですけどね、ランラックはおそらくここで触ってますね、はい、ニアの狭いところを狙って、エドワルドを狙って折り返し、豊田の前、ランラック、まあ、エドワルドが、ね、残ってましたんでね。あ、今ちょっとお互い熱くなっています。豊田、お互い中谷に対してもイエローカード、少し熱くなっています。作り直す名古屋、中に入った、代わって入った前田、前田からマテウス、相馬が開く、マテウス、前田を選択、ね、はい、ここですよね。マテウスが仕掛けたところで、やっぱシュートコース切ったところでね、前田が侵入してきたんですよね、そこ使ったんですけど、はい、うん、本当にこう仕掛けた中で何か起きますよね。前田もいいシュート、阿部、前田が動き出した、そこ狙って浮かしたボール、シュート、ボレーシュートが決まりました。名古屋グランパス先制、今シーズン初得点、前田直樹、観客の前で決めてみせました。の17分です。いや、ここですよね、こう阿部が進んでこう、ね、目先変えながら、前田のこの侵入する動きも良かったですよね。はい、阿部のボールも非常にこう優しいボールでしたよね。で最後前田も、ね、しっかりとミートできたところは非常に良かったですね。結構簡単なボールで、牛高からのボールなんでね、はい、合わせにくいこうボールでしたけどもね、しっかりとボールが合わせられたことですよね。相馬がニアに行きましたが、稲垣を選択して米本から前田、前田かわしてシュートでいった。高岡もよく触れたか、阿部、稲垣ミドルシュートはマテウス直撃。この前田のシュートですよね、うん、あ、股の間抜けててこう見づらかったんですけど、よく反応しましたよね、高岡、はい、その後の流れからのシュートですけど、マティスに当たりましたね、はい、チアゴ・アーベス、吉田がついている、あっと、ここもまた少し、チアゴ・アウベスはこれ今ので2枚目のイエローカード、まあ、レッドカード退場ということになりました。ちょっとこの状況の中、はい、
今のプレーですけど、これプレーの後でこう蹴り上げてるんですよね、まあ、やはりこれはやってはいけないですよね。1枚もらってますんでね、はい、内田が上がっていく、うん、パス交換、シュートでいったが、ランゲラック正面。ここで目安4分を経過しました。長いホイッスル、試合終了、1対0、ホームの名古屋グランパスが2連勝。